広島県警察音楽隊の皆さん、よろしくお願いします。
広島県警察音楽隊コンサート in アージョ2023に足を運んでくださりありがとうございます。ここからは私たち警察音楽隊の演奏をお楽しみください。さて、つい先日2023年を迎えたと思えばもう3月です。よく1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなどと言いますが、あと半月もすれば4月ですね。4月は入学式やクラス替え、新社会人になる人がいたり、会社では新年度を迎える時期です。目まぐるしい変化のある時期ですが、今日はこの会場でのひとときを皆さんに楽しんでいただけるよう単位一度心を込めて演奏します。次に演奏する曲は幼児向け教育番組お母さんと一緒で1996年から歌い継がれている虹の向こうにを演奏します。今まさに聴いているお友達も子供さんやお孫さんが歌っていた思い出のあるお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもいるかもしれません。歌の中の雨が上がったよ、お日様が出てきたよ、青い空の向こうには虹がかかったよという温かい歌詞は、虹の向こうに何があるのかなという明るい未来を想像できるような希望に満ちた歌です。出会いや別れの多い春、少しでも元気が出るように本日はこの曲に合わせてカラーガールナインがカラフルな傘で演技をします。それではお聴きください。虹の向こうにです。これから演奏する曲はプライベートファンタジーです。金曜ロードショーのテーマ曲として1985年から1997年まで使用されていた曲なので、曲を聴くと懐かしく思う方がおられるかもしれません。当時はこの曲に
大きなオレンジ色の夕日や夕日に照らされキラキラと黄金色に輝く海を背景にボートハウスに佇む男性の映像が流れていたそうですね。雄大かつ切ないトランペットの音色をしっとりとお聴きください。フライデーナイトファンタジーです。
カニのセバスチャンがリズミカルに海の魅力を伝えるアンダーザシー。声を失ったアリエルとエリック王子がボートに乗るシーンで奏でられるキスザガール。そして主人公アリエルが地上への憧れやエリック王子への思いを乗せて歌うパートオブアワールド、この3曲をメドレーで演奏します。皆さんも海の住人になった気持ちでお聴きください。リトルマーメイドメドレーです。